どうも、皆さん、1年間ありがとうございました。今ね、メンバーだけでの忘年会、マーキーと思います。5人でやってます。まあ今年1年ね、いろいろあったんで、それをちょっとバンドのニュースと個人のニュースそれぞれ簡単に振り返っていきたいと思いますが、はい、バンドのニュースとしては1月にファンミーティングして、でそれ以降まあなんか何やかんやりつつ、6月ぐらいにサポーター募集っていうのをして、それが結構出てきて50人以上終わって、3人とか言ってたんですか。そう、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 3人で3人最初の話だとこんな動画に出演するみたいな感じなかった。そう、そもそも募集人数が1人から3人みたいな感じだった。3人で登場 でたまに出るなんかそのほんまに強い人1人か2人みたいな、アッキー君みたいなポジションを募集しよう。なんかね、めっちゃ応募したから、めっちゃこういろんな人を招き入れて幼女会みたいな、まあ、だからサポーターを迎えていろいろと、まあ、変わりましたけど、応援してくれた人は嬉しい気持ちとか複雑な気持ちとかいろいろあったと思うんですけど、やっぱり俺らが見たいけど知り合い人が出てるとか、なんか今までファンやったのになんか知らん人が急に言うたら俺らと仲良くやってるかなみたいなのも思うと思うんです。なんかあれは結果的にはね、結果的にはというか、やってよかったなと思ってて、サポーターのみんなには感謝してて、なんかっていうと普通に動画投稿が普通できるようになって、撮影して編集もそうですし、ラップも俺も今最近あんま自分でしか考えてなくてやるようにしてるんで、日程ラップと場所だけ決めて、あとは人読んで、俺が考えてなくても他の人を考えてやってやれるとか、あと例えば誰かメンバーが休んでも撮影はまあできるみたいな感じで、まあ、そっちはねちゃんとしたから、それ結構できなかったよ、そもそもこのサポーターが入る前に。時期によっては急に撮影なくなったりとかでも全然あったから、そう思うと、まあ、このまともに YouTube の活動できるようになったのは俺良かったなって思うし、本当にみんなで感謝だと思ってるんで、まあまあ俺らのね活動の時期結構 YouTube にあったから、そこはちゃんとできたから、まあそれをちょっと来年はもっとね生かしていきたいなと思ってます。幅も増えてるよ、ケバブもそうだし、ダンプじゃなくて公演の企画とかも出てるようになって、人数がないとできにくかった企画とかが結構できるチーム戦みたいな、幸い乗っ取られて入ってこのね、リュウトとミクヤがさっきね企画撮影編集と編集もめっちゃ今やってもらってて、アキリンが全然やってくれへんからそんなことない、たまにやって、たまにっていうか別に俺がそもそもあんまお願いしない、あ、そうです、外がちゃんとできるようになったんで、もう今はね、シマコネキです、編集は。シマコネキほとんどやってます。シマコネキめっちゃ頑張ってくれてるよ、ほぼ 100% シマコネキ、マジ今の動画ステーマやってるの、ステーマたまにやってくれてるけど、よりシマコちゃんの方が多い、的に俺より俺全然やってない、カットもやってないですね、カットはやってる、カットやってる、まあ振り返りはそんな感じかな。あとは、じゃあ個人的な、まあ、ニュースをじゃあこれ一人ちょっと言っていきます。はい、結婚した、あ、それじゃあ環境変わったね、環境変わってどうですか、めっちゃいい、なんかいいね、よかったよ、なんか運気も上がってる感じが、運気上がってるね、だから最近運気とかばっかり言ってるよ、ね、最近スピリチュアル、スピリチュアル暑いって、うさん臭いな、まあ、でもこれって、とかでも結局さ結構きつい、自分のモチベーションをどこに保つかなんだよ、いや、自分ラッキーだから大丈夫だって思ってたら、じゃあここに行っちゃうし、自分がちょっとネガティブになるとやっぱ下がってくるから、自分のテンション的に、だからちょっとなんか最近はポジティブになってくる、いいね、ゆうちゃん結構ネガティブ人間だから、最近めっちゃポジティブになってる、ポジティブなのここぐらいだった、マジで病んで泣くとかもなくなったし、最近明るい、良かった、
みーくん結構最近お姉さん系のそうだった確かに変わってない今日は今日は顔でもないけど誰ここなみよ撮影の時撮影の時ちょっと可愛いかもしれないちょっとなんかもしそうなすもしそうなすっていうかこんなに読むためにアニメティで外に見える見えなくアニメティジーンズのアクセルどうあれできなくなったねできなくなった毎回それだったのどうしようか迷ってるもん、アニメっていう。いや、どうしようっていうの。推しだから、捨てることはできないし。なんか、忍者のもやくやる。お守りと一緒に。ダンスも圧迫してるのよ。新しい選挙いいんだけどさ、収納が少なくてさ。あだから、実家に送るか。あでも、実家に送ったらもうそれってなくなったと思う。最近、これ結構、パジャマとか。部屋着で着てるけど。あとは仕事の時に赤に着たり。夏のパジャマとか、インナーに着る向いてる。本当にあげるでもさ、ライブもさ、プレゼントコーナーとか出るじゃん。でも好きな男だよ。いやいやいや、本当に推しっていうことは変わってないから、ちょっと難しい。難しい。なんかいい情報があったら教えてほしいです、そこに関しては。俺のニュースは、一番で言ったら転職やる。割と今回の転職はマジで大正解。転職だと思う。転職で転職。うわ。言ってから恥ずかしくなるね。俺もなんか結構言ってるから、マジバイクに転職して、バイクがさ、好きじゃん。好きなんだよ。毎日楽しい。仕事言いたくないな、とか。全くない。すごい。そう。接客とか営業職だから、そうなのかなと思うんだよ。バイクね、増えてる。乗り物関係って面倒くさいことが多い。なんかね、いけるね。面倒くさいお客さん。これがね、多分一番のニュースでは。あと追加で言えば、バイクの車買った。そういうのに変わってるよ、ね、乗り物こんなハマると思ってなかったバイクはね、絶対に将来は乗ろうと思ってたけど免許を、中型の免許を取ってからトントン拍子で大型も取って車もそんな興味なかった車も買っちゃってめっちゃ金使ってるやんそっちにしかお金にしてないし、趣味も仕事も、今、めちゃめちゃいい感じ、それで波に乗ってる、それで曲は作らない。さっき曲作らない問題っていうので、1本これでできる。どうなってるんですか？いや、まあ、やるときはやってるよ。なんか、いや、俺、もうすぐっていうのの価値観変わりそう。ほんまにもうすぐなんかもうすぐでもないんか。いや、結構もうすぐ。あ、それはちょっとギター入れてぐらい。うん、一応もうすぐではある。でもね、ほんまにね、そのね、勉強して楽しいんだけど、ちゃんと休日もあるとこではあるけど、忙しい。大丈夫か。そうそうそう。まあ、それは。僕やってます。これはでも、同じ感じで、やっぱ仕事になったり、引っ越したり。僕はもう転職で引っ越しました。全部やん。一緒だからね、今日は。まあ、あとは車バイク買うか、電気買うか。家族増えたからねそっか、ペット飼ってたのはそうだあれ、かわいい何で飼ってたんですかいや、もともとは特技を飼いたかったずっとでも、別になんかいつのどのタイミングとは決めてなかったのでもたまたまドンキに行ったらなんかペットショップが併設されたのに爬虫類とかで、行ったらペットを目がある瞬間になってじゃあもう買うからお兄さんが必要なもん一番高いやつ全部揃えてええ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 
え、結構長いんだね。それと同じぐらい、うん、あれもっとでかくな60円くらい、結構だ、結構でかくない、結構なサイズだ。え、餌って何？人工用のやつが登録した鳥の餌だ。おかげいいよ、かわいいよ。え、まだ分かんない、エアコンだけ突っ込んで。あー、そっか、結構でかいのか。もういいね、いいヒントだ。めっちゃお金かかるやん。え、そういってさ、その形状になっただけだよ。部屋でしょ。それでもいいけど、部屋の方がやるな。あ、そうだね。いいね、それぐらい金かけるか。すげえな。車よりいいじゃん。めっちゃかかるな。今、電気代めっちゃ高いから。ほんと見えるよりかずっとかかる。結構すごい。お寺買って。音楽もやりたい。あのやってくんないなら、肌張りに誘って、リオでやる。確かに、ホテル買ったのに音楽やらないのに。アルバム出してライブしなきゃ。そう、私は、まあ、個人的なニュース的なところで言うと、まあ、やっぱ、映画とも出ないんで、映画の趣味なかった。そうだね。幅広くね。やったらやったで、めちゃめちゃハマっちゃった。あんなことないよ。ずっとハマってたよな。なんかでもいろいろ重なったっていうのは、まあ、そもそもきっかけやったら、何のかに言うと、スターターセットみたいなのも、なんかさ、やるのに決まり興味ないからさ、うん、やろうと思わへんだけど、まあ、一応、なんか、アッピーくんとか、アッピーくんとやったの初めてやから。そうですよね、1時間ぐらい。私はカレー作って戦いました。1時間ぐらい。デッキ切れるまで戦いましたね。あれ以来で、で、たまたまサポーターにもボケかやってる人いて、で、動画のネタとしてなんかないかなでボケかちょっとやってみて、まあ、そんな感じで俺はフックラを始めたのが9世代かなと思って、だってもう全部ポケモン結構わかるんじゃないの。結構覚えたカードも有効なカードを使うカード、やばそう。だからもう種類とか完全にポケモンの知識増えた、だいぶ増えたと思う俺。なんかポケモンカードで覚えたな、ポケモンカード。だから月2以上になったか、いや全然君によりよ、確かに足立の口から鉄の無人とか言ってそうそうなんだ、鉄の無人、鉄の深い、鉄の深い。ポケモンのさ、テクノとか全部ゲームやってるんだ、全部ゲームやってるんだ。そうだね、俺だから一番好きなポケモン触らないんだよ。俺ほんまに一番好き、1位になった、4時ぐらいで多分俺は好きやろ。クレオ、モコロガリオ。さっきのっていうのと、種類が違う。性的な目ですね。それはこっちかも。それはもうだから、まあ、使えるカードという使える戦力としての差はないと思う。相手だよね。そう、マジで相棒みたいな。一番自分がこう極めてない路線での差はないと思います。だから差はないこと、あとはなんか地味に。ミュウとか好きだよ。結局でなんか使えるポケモン好きだよ。カードゲームサケブシッポとか、サケブシッポとか好きやし、クレセリア好きやし、クレセリア、クレセリア、クレセリア、大役好きよりも、まあそんな感じかな。年取ったとかじゃないよね。年取ったとかじゃない。年は取ってる。これはみんな取ってる。俺まだ取ってないから。まだとか。俺も。まだ取ってない。カウント。いや、そしたらそれで言ったら私も取らない。年取ったの重みが違うんだよな。なんか違うでしょ。10のくらい変わるか。階段。そう、段差登ったみたいな。段差登ったじゃん。もう階段ね。階段変わった。階段とか雰囲気変わった。踊りと超えたもん。わかんないよね。なんかでも最近ちょっと頑張って学校作りしてるインスタにね、髪切るたんびに投稿してるから頑張ってんだよ。偉い、偉いやろ。それで言ったら俺も髪型変えたわ。そうだね、さっきめっちゃ変わってる。がっつりから今の方がいいわ。おしゃれ絶対そっちも方がいい。俺もね、戻す気ない。今がいい。え、それでもセットしてるの？してない。あ、もうドライヤーだけ。あ、そうなんだ。誰が気づいた？自分で気づいた。あれの時じゃない？そう、温泉行ってみんな銭湯
サポートにしようぜみたいな言って、センターパートした時に、お先これ似合うよっつって言って、研究の結果結構ね、転職した後、新卒のこと聞いたんだけど、絶対単発の方がいいですよ話すの聞いたから、ちょっと一回切ろうって思って、で、がっつりセンターパートにしてみようと思って、そしたら大正解、大正解だよ。まあそんな感じでバンドのニュースと個人的なニュースはこんな感じで、タッキー君もニュースあった？いや、あるじゃん。特に、まあ、車買って尾崎さんのお店でバイク買い取ってもらってバイクは乗らへんか、バイクやっぱ乗らなくなっちゃった。ずっと憧れてもらったの、あれ仕事辞めたの？仕事辞めたのはもう2年ぐらい前です。実は意外とフリーでウロウロやってないです。はい、ずっとやってます。なんだかんだなんとか生きてますよ。大したもんですよ、それ社会で働けるか、ね、本当にね楽しいっすよ、燃費悪いの。俺も燃費悪くなっちゃったよ。ガソリン入れるために8000円かかってます。体浴45リットルとか入れててね、楽しい方がいいよ。買うからには、そう。でもそれだけお金払ってもいいやって思えるから、いいんですよ。走り屋になれる素質がある人は、走り屋でもないですか。走り屋のバイク車だけどさ、あれはそうだけど、もう移動時間もしてるから、どっちかっていうと、もっとラグジュアリー予選。そうですね、ボルクスワーゲンだ。一応外車では交通タイプではあるけど、うん、どっちかというとラグジュアリー、ちょっと大きな。わざわざミッションのコミッション買ったから、何やるか、何やるか。トミカにしたら楽しいタイプの車が好き。それから、そんな感じです。はい、じゃあまた来年もよろしくお願いします。お願いします。来年こそライブを。